おはようございます。広島の朝は早いです。5時50分頃起きました。これからお風呂に入ってご飯を食べて観光していきたいと思います。お楽しみに。なんということでしょう。朝からクソ親父なので生ビールで目覚めの一杯をしていきたいと思います。はい、今日の予定は宮島に行くことと原爆ドームを見ることが今日の目標です。この日はね、暑かったので日傘をしました。前回と同じ JR の船で行きたいと思います。こっちの方が厳島神社の鳥居が近くで見えるんですよね。さあ行くで。船が来たぞ。パイレーツ様を思い出しながら乗船しました。Welcome to Japan! ダンディーな男だったぜ。ここでは鹿さんがお店の前で待っていました。アナゴ飯が有名なので後で食べようと思います。前回は2月頃行ったのでだいぶ観光客が少なかったのですが、厳島神社のチケットを買うところも並んでいました。御朱印もいただいたのですが、そこも並んでいました。海に入っている方もいました。涼しそうですね。みんなも鹿を大切にしましょう。誕生の時には来たことなかったので、別の厳島神社の顔が見れて嬉しかったです。動画ではほとんど人が映らないようにしてますが、当日はすごい人がいました。宮島に水族館があるので行ってみましょう。美味しそうな牡蠣ですな。生きた化石と呼ばれるカブトガニが広島の水族館にはいました。見た目が動かないクラッシュもいました。お前たち最高だぜ。こんにちはの錦鯉さんがいました。兄弟なのかわからないですけど、じゃれ合っていて愛おしかったです。違う穴はすごい空いているのに混雑している穴。穴場店ですね。ともりちゃんが好きなペンギンさんたちがいました。ペンギンの仕草に癒されますね。ずっと持ってたんですけど、アシカとアザラシってなんか似てません？ハバネ的一番好きな動物カワウソです。カワウソの YouTuber もチャンネル登録してます。ドクターフィッシュってなんか肌の角質取ってくれるんですけども、なんかくすぐったくてハバネはできなかったので友人たちがやってたので、その映像をどうぞ。ド肌がスベスベになったり角質が落ちるんでいいと思うんですけども、ハバネ的には苦手です。さあ宮島観光も終わりです。路面電車で1時間ぐらいかけてやってきたのは原爆ドームです。79年前のあの戦争を風化させてはいけないので、歴史のことを言うのはいろいろな思想があるのであまり言いたくはないですけれども、できることなら戦争はやめた方がいい。さて今から広島空港に戻りたいと思います。バスでおおよそ1時間のところにあります。お土産を買う時間も取っておきましょう。人生2回目の広島ですが、呉には行ったことなかったので新たな発見ができて面白かったです。最後に画面の底にいるみんなに機内から撮影した夜景を見せて終わりたいと思います。いや、広島呉も行ったことなかったですし、飛行機も広島空港で降りたこともなかったのでいい刺激になりました。皆様もお盆休み中にどこか行きましたか？今から行く方もコメント欄にお書きください。みんな楽しんで旅行行きましょう。これまで以上に旅行を楽しみたいという方は YouTube ハバネの動画を見て参考にしてください。ハバネは瞬間移動で東京から広島まで行ったこともあるので、ぜひ見てください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後めっちゃ揺れるので見ててね。
ゆるキャンの聖地富士山、静岡県と山梨県の間に位置をしています。日本一大きな山です。聖地じゃねえ、したい。